30分トーク。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のスペシャルゲスト、小田上田が来てくださいました。ありがとうございます。ありがとう、小田上田。ケイトフェス以来ですよね。そうチャンネルはだから、ちょっとだけ喋ったよね、その時。その時、喋りました。2年前ぐらいですかね。おー、そうか。でも、この間あったもんね。あー、仕事で会いましたね。その時にちょっと驚いたんですけど、2人ともちょっと雰囲気が変わってた。いやいや、何も変わってないですよ、本当に。いや何も変わってない。上田はまあちょっとね、大きくなったし。いや、大きくなったね。ほんとびっくりします、ほんまに。小田整形したし。はい。整形です。ノーダウンタイムです。もう完成形やよね。はい、ダウンタイム。でも今日だいぶ調子いいね、なんか左右。え、どこ整形したの？目と鼻です。目と鼻よ、はい、2個やったの？ 2 個やりました。鼻に関しては私の身内の不幸があるときになんかついでに整形しました。なんか休んでるために休みがね、はい、開けたらちょっと鼻が高くなってたんですよ。それっていくらぐらいかかったの？目が10万で、目は意外と安いんやろな。はい、鼻が5万です。顎とかが大変なんやね、確か。骨とか。そうですね、鼻5万とかは大変。え、5万でどういう整形？鼻を、ここで、ここにヒアルロン酸を入れました。あ、じゃあ本当に注射だけ？はい。あ、それで変わんの？目は何したの？目は埋没っていう糸を縫う手術をしました。あ、切ったわけじゃないんや。はい。へえ。これが、なんか3日ぐらいでダウンタイム開けるから大丈夫やからってライブ来たんですよ。うん、切ったね、劇場ですよ、ほんと。ブラゴーリとかがチンチン出してるような楽屋で、休みんやって言って。何やその気遣い。汚いから。その優しすぎるやろ。その愉快な議事録とかがいるような劇場ですから汚いと。で、したら目はな、目に何か入ってるって大変だもんね。優しい、ま、もう大丈夫やから言うたら、もう来たらほんまにもうタモさんみたいなグラサンしてて、あ、グラサン何っつってパッと外して、案の定パンパンなんですよ。あ、まだダウンタイム終わってなかった。笑われへんで、それってお客さんみたいな。まあでもグラサンのネタしよう言うて、なんかグラサンかけるネタにしたんですよ。なんかスナイパーのネタみたいな感じで。ああ、そういうネタ。で、そのままコーナーもあって、そのスナイパーのネタの流れで、そのグラサンをコーナーでもつけてたんですけど、取りゃ、あの、なんかそう、取らんでいいのに取り出して、ダウンタイムでーすとか言うて、またびっくりしたのが、劇場キーになるか思ったら、お客さん、くるって言うの、にゃーってなってたんですよ。やったかい劇場。神保町のお客さん、今、行かれちゃってるんですよ。いや、でもいいやん。いいお客さん。で、小田がそれを、嬉しくて、わーって笑ってるんで、って言うまばたきするんですけど、目パンパンすぎて、閉じてなかったんですよ。ってなってて、怖っと思ってた。何を大きい、お前がさ、意気揚々と。大きくてもいいよ。小さいものしか意気揚々としてはいけないんですよ。小田をいじったトーク。でかいものがしょんぼりしたら悲しいですよ。でかいものがしょんぼりは。ちょ、大きすぎやって。あ、わかります。私もびっくり、もうびっくりしました。勝手にこんなことになるから。なんでなんだ。おもろすぎるから、今、お前。びっくりしました、ほんまに。なんかわかんないです。その、ただ、家の近所の鳥貴族とかに、行ったりとかしてたら、なんかこうブクブク太りやがって。太ったっていうか、大きくなったんだよ、本当に。何キロくらい増えたの？ただいま、まあ、40キロぐらい増えまして。暑い、マジで暑いです。暑いです。めちゃくちゃ暑いです。40キロ増えた。増えましたね、40キロ。まだまだ。ちょっと待って、40キロ。それはいつから？ザ・W 優勝した時。ザ・W 優勝してから、うん、コロナ禍で、うん、もう何もしてない時に、うん、あの、一回100いきそうやったんで、うん、痩せよう言うて痩せたんですよ、80ぐらい。すごい、ね、もう売れてへん芸人が太ってんのはもう意味分からへんと、うん、コロナ禍で太り出すんがって言って、痩せたんですよ、80で。したら、そっから W からベイーンだって、今120キロ。ゼロブレバーナと一緒なんですよ。でかいな、そう考えたら。ゼロブレバーナ。ゼロムと一緒。ゼロムと一緒です。あとなんか多分ポケモンやったらリザードンとかと一緒なんですよ、ほんまに。めちゃくちゃ嫌なんですよね。でも体調いいやもんね。体調は支障出ないの？120とかだったら。はい、足はほんまに終わってるんですけど、ほんまに足だけ。足だけ。はい、ハイドーモーの時に完全に足をもう引きずって持ってるから。なんで極悪状出てないの？私もわからないですよ。極悪状。なんで極悪状？意味わからんねん。オーダーウェイではヒーローだから、ヒールだから、ヒールじゃないから。当時のレスラーより結構でかいのよ。ちょっとでかすぎる。なんで出てないの？エビちゃんとか出してる場合じゃないよ。いや、そんなお前やん、まず。いやいや、もう私はもうほんまにもう見てる側です。客として見てる側だったんで、作中でも、なんか、エビちゃんが、なんか、100キロとか行ってないみたいなんで、うんうん、なんか、見てて、なんか思いましたもん。なんか、え？
体重差でいけんのやったら全然ねじ伏せれる、クレーン U をねじ伏せてるんやなとか思って、うん、そうで体重でなんか、はい、家で座椅子で座椅子でで、私の冷蔵庫なんか分かんないですけど、ほんまにあの黒のシックなちっちゃい冷蔵庫を買ったら、うん、全部なんか鏡面なんですよ、私を全部反射してるんですよ。本当になんか冷蔵庫と同じサイズ。何を言うてんの。何やこいつと思って。ネットフリックスを出られへん。ただの。何やこいつ。いいか落ち着けよ。何やこ。私は落ち着き払ってるんですよ。何やこいつ。全然様子おかしいって。様子は一緒ですよ。様子おかしいって。前からなんかそ、ね、うん、ちょっと拍車かかってないから。いや、もう本当一緒です。本当様子、本当年々どんどん落ち着いてるな思います。上田はどんどん大きくなってさ、はい、小田は何その今これ漫才衣装着てくれたんやろ。はい、あの家にこれしかなくて。いやいや、そんなわけないやん。いや、これのこのやりとり、あのルミネの、いい加減しろよ、小田で。本当にルミネの兄さんが喜ぶからこればっかり返すんですよ。でそんなんじゃないやん。いや、もうどうしたん、なんかあったの、もう自分の好きな格好しようみたいなことになった、はい、SF っぽい感じ。あのめちゃくちゃ仕事いただくようになって、まあ、うん、いや、それはザ・W 優勝したんか、はい、ありがたいことに。あれ何年前ザ・W 優勝した、もうほんと丸2年以上経ってますね。丸2年以上、ほんとに。え、丸2年何年か言えや。何やねん、丸2年。分かんない、丸2年以上、計算してください。もうすぐ3年じゃん。もうすぐ3年ですね、もうすぐ3年。だって年末だよ、だって年末10月じゃん。もうすぐ丸2年以上ってか、それはもうすぐ3年の方が。好きな方に任せます、それは大体のおおよそです。もう分かんなくなっちゃった、ね、分かんなくなっちゃいました、分かんなくなっちゃい、時間も分かんない、数が分かんない。じゃあ2021 2021の暮れからですからね、そうやな、早いな、ね、そうですね、だからもうすぐ3年ちょい、もういいよ、ね、夏が2回以上は過ぎてますわ、夏が2回以上もうすぐ3年な、はい、で何で優秀してありがたいことに仕事増えて、あの1日仕事じゃないですか、おうおう、なった時に好きな服着た方が得やなと思ってこれに変えました。え、あ、どういうこと、そのテンション上がる時間が長い、そうです、はい、自分のテンション上がるものを着た方が、うん、これ自分にとってプラスやなと思って、うん、漫才衣装を変えました。それ整形も同じような理由な、整形も、まあ、うん、テンション上がるかなと思って、あ、全部そう上田に言わずにちょっとやってます。で、それで それもすごいね、3日で終わる言うて、3週間ぐらい目パンパンやったんですよ、目パンパンで3日で終わる言うてって、テンション下がらんって、何の話とか、そのダウンタイムがね、ダウンタイムが3日で終わる言うて、僕の話かと思って俺、そう3日で考えてください、ちゃんとちゃんとその本当にあの目パンパンやったんですよ、うん、目パンパンで、人生において3週間目パンパンってテンション下がるじゃないですか、うん、その元も子もないですよね。そんなことねえよ。そんなことないよな。そんなことないな。なんかさ、本当策やなと思って。いやいや、そう、全然そのお前さ、テクニカル魔術師みたいな喋り方してるけど。テクニカル魔術師ですよ。めちゃくちゃやで。私はテクニカル魔術師です。めちゃくちゃやで、冷蔵庫とか。トリックスター。いや、トリックスターよ。トリックスターです。私もトリックスター。やめて、そのテクニカル魔術師の喋り方。技術だけでここまで来ましたから。ここまで来ましたから、本当にダメなんだよ、お前素晴らしい、本当にもうね、しんどいなの、うん、大丈夫、楽しい、楽しいやろ、楽しいよ、これでしんどい、しんどい言うたらもうほんまに早いなくなりますわーってボーンって死ぬわけに行かない、全然うまいリズムとかすごいテクニカルやつ、全然中身がむちゃくちゃよ、中身がそのね、あの、私の後輩でね、あの一番も用意してるアトムなんですよ、アトムが寝てる回とか見てる時とかもっとなんかシリアスな話してるじゃないですか、そんなんいらないです、私なんか、あ、なんかもう私は寒くなるんです、ボーンとか言うてヘラヘラ笑ってるだけの時間だっていらないんですよ、いらない、こんな時間いらないんですよ、こんな時間いらない、どの時間がいらないのか分かんない、どの時間がいらないのか分かんなかったよ、いやいや、いろんな話したいじゃないですか、だからアトム好きなんやもんね、そうなんです、アトムが、アトムのラジオに上田が出とる回は聞いたよ、あ、お前です、うわ、そう、聞いてくれたラフレかな、ラフレですね、多分2人ぐらいゲスト出てなかったっけ、アトムと、アトムは後輩だろ、はい、後輩です、あ、どっちが後輩、アトムが下、1個下、1個
ロさんさ、アトム。アトムが後輩。はい。うんうん、で、多分、キッサムーンの安倍ちゃん。あ、そうそうそう、そう。安倍ちゃんとたたったと悪い。そう。そう1年ぐらい前やね。はい、1年ぐらい。ゴシップの話ばっかりするから。意外とゴシッパーなのよ。こいつ。意外と好きなんだ。逆、お前、なんでゴシッパーやねん。言われる方やろ、お前。いや、もう、楽しいですよ、ね。めっちゃ人の、なんか、SNS とか見て、うん、あんなこと言うてたとか好きやねん。いや、もう大好きです。意外とそうなんだ。そう、意外とそうやねん。そうだ、そうだ、いっぱいいろんな人の話聞いて、うん、もう、で最近やったらあのきっと君はクルサさんのなんすかラジオとか聞いてスタンド FM ね、スタンド FM とか聞いたり、ああ芸人好きなんよね。あでもそうかもしれないですね。そうやな、意外と芸人最近あの屋敷さんもラジオ聞かれはるよりこの間動画上げてはったじゃないですか。であれでほんまおすすめしたいのは、うん、ポテトカレッジ面白いですよ、ラジオ。ゲラ。ポテトカレッジ。ポテトカレッジのゲラってめちゃくちゃ面白い。なんか聞いたこと。芸人ポテトカレッジ。はい、男女コンビの子で、コモダドラゴンっていう。あれね、はい、人力車の子か。違います。あそこは、あそこはどっかの本当にもう目も当てられない極小事務所です。目も当てられない極小事務所そこのポテトカレッジ、はい、はもう本当にそこでのスターですね。それは何、上田はさ、そのポテトカレッジと、はい、関係性あるの？もう全くなくて。あ、じゃあ上田も全く関係性ない、その後輩のラジオとか聞いて、はい、ラジオタイムラインでなんかこれ面白いっていうのが流れてきて聞いてドハマりしました。だから上田みたいなさ、もうドフォワードっていうかさ、どの現場でも体ってさむちゃくちゃするタイプのやつがそういう細かいお笑いのラジオとか好きなんか意外やろ、ゴシップとかね。いやもうなんか本当本当ありがたいというか、まあなんていうか、ね、ありがたい。ただ喋ってるよお前。ただ喋るのやめろお前。そこで多分いっぱい喋ってる分、うん、家ではめっちゃおとなしくて、うん、三角座りで座ってます。ええやないの、自分の家やねんからどんな座り方してても。いややめてやめて、そう掛け合うの。え、食べたんですか。急に掛け合いだした。飯の掛け合いってどの時代でも止められる。小田の次の言葉を引き出すための掛け合いしようとしてたけど、天才ピアニスト覚えないといけない。掛け合っていかないと。いや、天才ピアニストもっと上手いことやってる。あの最近え、なんで一緒に暮らしてるわけじゃないの。一緒には暮らしてないんですけど。一人で暮らしてる。一人で暮らして。今一人です。暗いの、こいつは。なんかルームシェアしてたんだっけ。ルームシェア、まず小田とルームシェアして、うん、3ヶ月ぐらいで、ほんまにお互いがほんま気分悪いわ言うて、一回もう家に行って、お互いがもう気分悪いわ言うて、バーン爆散するんですよ。気分悪いわ、気分悪いわ、気分悪いわって、ほな全部わからんかったらテロップ出しますわ、ここに。誰が、私が、個人的に。売ってもらうのは申し訳ない、編集さんに。いやいや、いいよ、いいよ、いいよ。日常にずっと。いいよ、頑張って聞くから。気分悪いわって。言って解散して、その、そっから、ゆめっちに、よかったらええとこあんねんって言ってたんが、うん、この間栗原さん、うん、が言うてらっしゃった、うん、一軒家に7人のお店、はい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 、あそこに、あそこに上田が入ったの、スカウトされて行って、ここやねん言うたら、あ、一軒家なんやって言って、うん、もうまあまあいいところの地域の、うん、なんかぐわー奥行ったところにバーン一軒家あったんで、うん、なんか芸人でこういうとこで住むのええなぁ言って、確かに開けたら、うん、もう靴ももう70足ぐらいあるんちゃうかよ、これくちゃくちゃになってた。うわぁ汚ねぇ、うわ汚ねぇ言って、で、うん、しほちゃんここ言って、ここに寝て言ったらはい、しほ、二段ベッドの、うん、上、うん、のちっちゃいところだけをいただきて、それ女の子を上田だけ、はい、とゆめっちの2人だけで、ゆめっちもいたな、女一人で住んでた、はい、で、ゆめっちは上の2階の、うん、本当全部をもうなんか布団敷、全部の部屋にもう布団敷き詰めて、うんうん、3人ぐらい男がゴロゴロしてるところにゆめっちも一緒にゴロゴロしてて、やばその家おもろ、はい、で、赤星さんっていう、まあ、YouTube でラーメン YouTuber としてやられてる方が、赤崎さんもいます。赤崎さんもいたんですけど、赤星もいるんですよ、はい、赤星さんが一番いいところで浴槽の横の、うん、空いてる意味わからん空間に、うん、なんか自分の部屋みたいにしてるんですよ、うん、それ一番よくねえ場所なんですよ、はい、一番よくない。え、リビングみたいなの。リビングがその、先ほど言った私が二段ベッドがあるところに
あのこたつ置いてちっちゃいソファー置いてそのソファーに赤崎さんっていう先輩が寝てて、やべえな、すごいね、その信じらんない。でちょうど私がその二段ベッドの上になったタイミングが、うん、その栗原さんがちょうど入れ替わるタイミングで、もともと栗原さんがおって言って、あそこに上田が入った、 なんで栗原さんがおれへんなったんって言ったら、うん、みんなが あいつ泥棒やねっつって、え、うん、どういうこと泥棒って言ったら、あのあいつなっつって、あの寝てる時にみんなの財布から1万円取ったから、あの追い出してんっつって、だから我々はじゃん、はい、我々だからもうずっと YouTube も犯罪者が出てると思って犯罪者だ、何やその救いようない話、犯罪者がずっと出てたんやって。栗原は泥棒なの？泥棒、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 泥棒です。え、なんで出るんやって言ったら、あいつ泥棒や言うて、あ泥棒や言うて、だから泥棒で、そこから劇場で、あ泥棒やと思って、ちょっと優しい泥棒ですけど、泥棒の中ではだいぶ優しい。それダメやろ、1万円抜いてたら。1万抜いてたらなんか、あのもろもろ追い出されたんだ、だから追い出されたんですよ。で、その2段ベッドの上で、でも仲いいやん、まだ赤崎とかと。あ、そうです、優しい泥棒なんで、泥棒の中でも優しいから仲良しするだけで。反省したんだ。反省はしてないです、全く、多分。じゃあ赤いやん、はい、あんなやつ野放しでしょ、うん、だから、だってあいつこの間さ、YouTube 出てくれてさ、はい、いや、あのいつがやばいんですよ、そう、どうたらこうたらみたいな。あれ泥棒がしゃべってました。あいつがやばいんだよ、はい、栗原さんが一番やばいです。あー、そういうことか。はい、お小田だけにしか喋らない日もありますし、小田上田が2人いてるのに。そうですね。あいつ女芸人好きやもん。あ、女も大好き、金も大好きの犯罪者です。犯罪者ですわ、栗原さん、犯罪者ですわ。終わり、これで終わりですわ。これであいつ終わりや、終わりですわ。もう見ませんわ。まあでもなんか解決しましたと思いますよ。なんか多分仲良せるんで、みんなで、ね、でも犯罪は犯罪、犯罪は犯罪です。そういうことがあったんだね。はい、刑務所入ってください、はよ。劇場メンバーにならって刑務所入ってください。いや、めちゃくちゃやん。何しに来たの。告発です、告発。で、そのルームシェアのその二段ベッドの下に住んでたのが、あの、セオです。もあのザ・シーツ、元ザ・シーツ、元ダウンセールの背負で、ダウンセール、はい、その時の背負がバチバチ尖ってる時やったんですよ、うん、そので、尖ってて、で、その尖ってから、そのそこをもう全部自分のリビングを全部自分のもんみたいにしてるんですよ。尖ってるから、尖ってて、なんか尖ってるから、尖ってるんですよ、うん、あいつってあの NSC の時もその小田上と出会ったタイミングも最悪で、うん、あの NSC の合宿で、うん、小田が、うん、ただ立ってたんですよ、リュック背負って立ってたら、うん、急に小田がね、ビーンってひっくり返って、うん、どうしたって言ったら、うんうん、ちょ、お前言ってみ、自分でな、あの時されたこと言いなさい、自分で言いなさい、まあ、でもなんか先輩の前でリュックを背負ってるのがダメってことで、うん、同期として注意した。そうです、背負がもうカバン持ってブワー投げて、何それ、すごいやん、なんかお前リュック下ろせーって言われて、もうそのまま、はいって言って、うん、リュック下ろす。あ、そんなね、正義感強いの？で、そうです。いや、私だから大阪吉本で、そう、初めてのこの東京吉本とのコンタクトやったんで、うん、あ、東京吉本でこういう頭いかれてる人らが生み出されるあの養成所なんやと思って、あ、やばいやつら、はい、あの本当にあのいつかこいつにもう一回会ったら、いつかあの殺さなあかんなって小田と言ってたんですよ。そうですね。全然同居して、はい、はい、ここで会ったと、うん、ここで会った、あいつよう考えたらっつって、セオやと思って、で普通になんか半年ぐらい仲良してたんですよ。でうち急に電車乗ってる時に気づいたんですよ。なんで、まあ、急に仲良くして、急にあいつやと思って、セオ、じゃなんで半年ぐらい仲良くして順番が変やったけど、普通に仲良かったセオが、あれよう考えたら、あいつ、あ、そういうことか、うん、小田のカバンの、あれあいつちゃうんってなって思い出したんだ。思い出して、小田上田と瀬尾で電車乗ってる時やったんですよ。だからここに瀬尾が電車に乗ってて、おうおうおう、あ、瀬尾だ、なんて思い出した急に、急に二人とも、あれって、で、小田に二人とも、はい、二人とも思い出した。小田もそこで思い出した。で、小田になんでそれで、瀬尾にお前、あれやろ、NSC の時の あいつやろみたいな、バーンやったやつやろ言うて、うん、したら、で、小田って覚えてるかこいつのこと言ったら、うん、うん、うちは最初から分かってた、めちゃくちゃ怖いこと言って、うちは最初から分かってたっつって、サスペンスの始まりみたいな、うちは最初から分かってた。セオはなんかもうなんか目を泳がせて、ああって言ってた。すごい出会いなんですよ。セオとの出会いが怖すぎて。いや、もうええわ、何回、いや怖いでしょ、ええって何回言う、何言うてんの、は
犯罪者。栗原は犯罪者。犯罪者です。栗原さんはいや優しい犯罪者です。優しい犯罪者。あ、それは嫌な。普通の。普通のやつ、犯罪、決して犯罪者ではございません。あ、その家も出た。はい、あの、まあ、いや、それはほんまになんか夜中2時から瀬尾がオリジナルラブソングとか作るんですよ。あー、きついな。うるせえとか。それきつい。よく住むな、みんな。一人家賃いくらとかなんでしょ、7人でしょ。家賃は1万とか。は2万ぐらい払ってたと思います。まあ一軒、まあ、そうか。で、私その趣味が、うん、あのまあそのまあこんなところでまあ、まあ、床オナなんですよ。床オナで。でね、床オナでその床オナ、床オナで床使うの。床を使います。床に何うつ伏せって。床でうつ伏せで、うん、あのこうティッシュペーパーパッパってやって股にパンパンってあの挟んで、うん、うつ伏せになってこうやって、うん、ってやるんですけど。こうですよ。めっちゃ分かったわ。外国人やん、顔。ああ、なんかめっちゃ分かったわ。はい、あ、そうやるんだ。その、引っ越してきた早々に、ちょっとやろうかと。落ち着いて、一回、その、段取りもできたから落ち着いて、うん、その、二段目と上で。上で、やろうか、つって、うん、私が、うん、ってやったら、ギュッギュッギュッって、一回、ギュッギュッギュッってなったんで、背負がどうしたってなったんで、うわ、あかん、これできへんわ、と思って。ギャンギャン何ベッドか。ベッドがですよ。ベッドギャンギャン私がうってやったらベッドギャンギャンギャンってするわけですよ。どうしたのあかんとか。もうええわ何やねんそれ。でやるんであかん思って瀬尾があの2時ぐらいにラブソングが終わったんであ出たと思ってよっしゃと思って、うん、であのいってやったらまたギギってなって瀬尾がどうしたってまたなったんですよ。揺れちゃうのどうしても。揺れちゃうと思ってどうしよう思って床があればいいわと思ったんですよ。でも、うん、ちょっと柔らかいこうかラグじゃないですか、カーペットが貼ってるとこじゃない。もう二段ベッドの横にもうこたつが一個あって、ここぐらいしか柔らかいとこないんで、もうゆっくりもう背負が寝てるんです。降りて、ゆっくり降りて、うん、そこでも高すぎるだろ。もうちょっとキャ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 ってます。これでもキャ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 言うて、でこたつのここで、うん、こうあってここで背負が寝てるところでここで四角なの。はい、あのちょっと横でガーってやって、なんかあのメタルソリッドみたいです。メタルギアソリッド、メタルギアソリッドみたいな。隠れながらの隠れながらのやってもうあかんと思って。イメチもあかんわ言うて、イメチもあかんこんなんろくでもない人生やつって出たんや。でイメチともうほんまになんかあのしほちゃんみたいな誰もおらん時にリビング来て言って、うん、言われて、うん、うちここに住もうと思うからあの一緒に住もう言って、うん、あの初代の2人のルームシェアが始まりました。イメチと、あーなるほど、上田で、はい、住みますね。え、小田はもうずっと1人暮らし。僕は1人です。小田は何が好きなの。小田趣味的なもんは趣味、遠投ですね。遠投、はい、何それ投げるの。はい、遠くに投げるのが好きです。球を。それどうやってその遠投したいと思ったらどういう風にやるわけ。あ、公園でこう公園でボール持って、はい、投げるの。キャッチボールしたり。でも相手いなきゃ無理じゃない。誰とやるのそれ。彼氏とかです。素敵。あ、普通にね。あ、そうなんだ。え、グローブあり。グローブありです。スポーツやっとった。ソフトボールやってました。あ、だからか。はい。え、ヤンキーになる前。ヤンキーの前ですね。あ、ヤンキーの前はバリバリソフトボール少女。はい。あ、そうなんや。なるほど、そっか。ソフトボールやってヤンキーやって引きこもってるんで、結構いろんなそのタイプの人生を一気になんかやっちゃってる。スポーツ少女からヤンキーからちょっとおとなしい引きこもりもやって、はい、で芸人になってるっていう。その17歳で吉本入ってるんで。早っ。そうですね、高校3年の時に NSC と通信制を同時に通ってました。あ、ヤンキーは何歳何歳。ヤンキーが15、16ぐらいですね、うん、であのなんか修行みたいなのしとったの。は16です。ああ、あの寺時代です。小田寺時代。そうだよな。赤黒峰。あの有名なとこやんな。はい、亡くなっちゃったやったっけ。あのそうです、世の中を知る有名な人だよね。そうやノーフィクションの。見た見た。そうやね、俺見た見た。あの人ね。そこ行ってたんだもんね。え、じゃあヤンキーからもう速攻やねし。ヤンキーから一回引きこもりを経て。引きこもりじゃ数ヶ月ってこと。引きこもり半年ぐらいですね。で、いきなり通信も通うし、NSC も通うでしょ。そうです。え、だいぶハードやん、その17歳。17、でも親が本当に優しかったんで、うん、もう NSC 行きたいって言ったら
今行きたいんだったら今そうしなさいって言ってくれて、転校もさせてくれて、全部もサポートしてくれました。言った博打というか、その将来どうなるかわからないのに、もう全部博打でかけてくれてたって感じです。確かに、でも高卒の資格は取ったってこと、その通信で。そうです。え、じゃあ同期の中でもとびきり若いやつ。とびきり若いですね。そうやね、最年少、本来最年少の1個下なんで。高卒ですら珍しいもんね、ちょっとね、はい、あの頃。いや、そう、後輩、ナイチンとか令和ロマンとかが年上ですね。あー、え、上田は何個上の？私が4つ上、33なんで。あ、まだ20代？え、29です。うわー、若っ、めちゃくちゃ若いんやな。そっか。え、上田はじゃあ21歳で入ったってこと？21、大学4回の時に NSC 入って。あ、大学行っとった。あの、大阪芸大です、お近くの。そうだ、ミルクボーイさんとか。そうか、そこか。あの、はい、もぐらさんのやつですね。え、お笑い、あの、サークルで入っとった？サークル入ってました。あの、その七曲さん、ミルクボーイさんのお知見に入ってて。あ、そうなんだ、ね、もうそこ入ってた。一人で NSC 入ったの？はい、あの、お知見で相方欲しかったんですけど、うん、その相方、やっぱりそのなんか、あ、他のやっぱり職業やるとか、うん、こう専門で別のやつやるっていうので結構やっぱいなくなっちゃって、全然見つからなくて、うん、ずっと組んでた子も、そのキングオブコントとかもなんか2年ぐらい出た子もなんか急になんか、あのコンビニに来てっつって、うん、うち演劇の方行くわってバーイっつって、なんかチャリ乗ってバーって消えてったんですよ。そっからもうなんか相方見つからバーイバーイバーイバーって消えてって、寂しいと思ってNSC 入ろうと思って、そのじゃあ上田バリバリプロ志望で大阪芸術大学のそのお知見入ったの？あ、まあ最初は、うん、あの高校の時にちょっと行きたいなと思ってたんですけど、うん、親が、まあ、大学行きなさいと。あの、お笑い親も好きやからこそ、なんか、あ、そのそのまま行くのは、うん、あまりにも地獄の道やでっていう。え、出身大阪？大阪です。あ、っていうので。面白い高校生やったの？いや、大体高校生は思んないですよ。ひょうきん女子高生であった？いや、ひょうきんって言ってる女子高生は大体思んないですよ。じゃあお前は何やった？うん、私はただただ生きてました。精一杯生きてました。でも女子校のカトリックなんですよ。カトリックで小中高一貫のカトリックで、お嬢様で。ああ、そうなんだ。え、じゃあもう育ちいい子らばっか、同級生は。まあでもピンキリではありましたけど。あ、ギャルっぽい子もちょっとおった。ギャルっぽい子とか、うん、まあいろいろあったんですけど、そのシスターとかがやっぱ授業を教えてましたね。へえ。二人とも兄弟いるの？二人とも。うん、私はお姉ちゃん二人います。三姉妹なの？はい。お姉ちゃん2人も普通にお仕事してる。はい、主婦と警察官。マジで？はい、芸人です。ですごいね。いや、え、ヤンキーはじゃあ小田だけ？はい。みんなそんなヤンキーじゃなかった？みんなめっちゃ真面目で勉強できて。へえ。っていう感じでした。すごい3姉妹だな、それな。いろいろあるな、兄弟って。上田は？弟がいます、弟が。弟何してんの？弟は、ずっと引きこもってたんですけど、最近頑張って外出てます。あ、そうなんだ。はい、頑張って外出てます。あ、結構ずっと引きこもってたんだ。いや、そうです、中学ぐらいから引きこもってたんですけど。何個した？2個下で、30。あ、じゃあもう結構長いこと引きこもって。あら、引きこもってましたね、でも頑張ってますね。あ、いや、よかったね。もう弟とはもうずっと会ったらキングダムハーツの話とか。あ、仲いいよ。あ、そうなんだ。ゲームの話とか気合うんで。あ、すごいな。いや、すごいな、お互いもその兄弟。すごいね。確かに。で、ご両親一人で NSC 入ったと思うよ。NSC 入って、クモユ、まあその小田が、まあ、最初の方に声かけてくれてみたいな。え、目立ってた？めちゃめちゃ目立ってました。もうあんま変わらん、この感じ。この感じで、相方探しの会っていう合コンみたいなのが NSC あるんですけど、もうそれで独壇場というか、ずーっと。だから何も変わってないってことだ。だからそう、NSC の時にそんなやつ絶対面白くないから、ほんま声かける方がええのに、ありがとうな。上田はもう完成してた
って思って今も変わってないわけですよ。じゃあダメです、じゃあダメです。うわーやってたの一人で。うわー回してて、なんか MC の人いるんですけど、その横でずっと回してる状態で私は柴崎和歌子さんなんだと思って。あーなるほどね。回してたら、ま、ちょっとだいぶ今考えたらお恥ずかしいですよね。じゃあいきなり組んだ一発目。一発目です。で、めっちゃモテてたんで、いろんな人に声かけられて。確かに何かしら金にはなりそうな雰囲気あるよな、はい、MC でこんな仕上がったりと思ったら。大学の時に相方見つけるの大変っていうの分かってたんで、うんうんうん、NSC の初っ端で、うん、あんなに一番いい、一番人数がおるタイミングで、うん、こいつってなったらそれ以上超えるやつってなかなか確率的に低いっていうか、うん、見つからない、うんうん、からもうここで解散したら多分もう自分の腕がない終わりやって思ってたんで、もう、なるほど、そうですね、なるほどね。あ、じゃあお互い初や、 NSC で組んだ相方で、はい、でずっと、え、誰が同期とかやったっけ。 8.6 秒バズ、あ、すいません、犯罪者です。あ、犯罪者じゃない、犯罪者じゃない、見てないんで犯罪者。 8.6 秒バズか、はい、何期こっちで言うと19です。あいつが19、はい、あいつだって1年目で売るとか、はい、すごいですね、うん、でも1回、俺ら MC やったの覚えてる。86が在学中のライブ覚えてる、覚えてる。あ、やってはります。東京の東西対抗戦やと思います。そうやね、はい、その時もすでに86仕上がって完成してましたね。あの時小田上田もおった。あ、小田上田はあの東京のは出てなかったですね。大阪の方の、ね、そう、うん、86がうわー行ったんで、うん、もう同期全員ボッキーって心折られて。やっぱそうなるわけ。はい、そうなったんですけど、あのだいぶ特殊だけどな。そうですね、うん、なんか自分のペースで行こうみたいなのは86のおかげで、なんかそんなすぐ売れんでも、はい、地道にやっていくかなみたいな、はい、だから多分壁ポスターとかダブル東も同期なんですけど。ああ、そこが一緒になるのか。だからもう86ぐらいが稀有なパターンで、はい、あとはその丸亀ジャンゴとか本当にそのイブイブ渋いね、やっぱ10年かかるだろうぐらいの本当で、ネタを仕上げてる本当職人みたいなやつらばっかりやもん。職人ですね、36級は基本的に。へー、ま、マキシとかもそうなんで。マキシね、マキシくんね、細いよね、はい、細いあいつは細いよね。もう最近もまた背高くなってて、ね、ま、伸び続けてますね。そうなんだ、はい、どうなの逆に。そのじゃあ今もうまあ2年とちょっと経ったわけじゃん、はい、ザ・ダブル優勝して、はい、2年以上、はい、2年以上経った、はい、2年以上は確実に経ってます、はい、うん、どうこの今後は。え、だから本当 W 行ってほんまなんか良かったなって本当に。ちょっと落ち着いてね。いや優勝からはね。なんかその前の時にもうめっちゃもう嫌ですわー言うてたんですけど、うん、今多分ほんま W 行ってなかったら、うん、目も当てられない地下芸人すぎてたと思う。なんかそんなことはないけど。いやあるやろ。あるやろ。ちょいちょいライブは暴走してたよ。もう多分優勝してなかったらあのまんま。はい。楽屋でゼラになって。いやそうよ。アトムとニタニタ笑ってるだけの本当に良くないまっしぐらだった。まあチャンピオンやもんね。あの曲がり何にもって言ったら失礼やけど。いや本当にチャンピオン、ね、圧倒的な、圧倒的なチャンピオンでしたね本当に。圧倒的なチャンピオン。圧倒的な。その一個ね、チャンピオンっていうのあるだけでちゃうもん。やっぱなんか言い方も変なことやってる、変なことなんか笑ってまいますよね自分らでも。たまにニューヨークさんとのあれ、あの毎年ザ・ W の裏の事前生配信みたいなやつで合うね。なんか日テレさん毎回なんかじゃあ歴代チャンピオンのネタを見ようって毎年やるんですよ。めっちゃ恥ずいですからね、あれやって。まあ大変な、あれ恥ずいよな、はい、あれ改めて我々のネタが流れてる時に自分でもよういけたなって思うのだって。いやでも面白かった、あれは面白かった。そっか、いけてよかったな。じゃあ今楽しい。今そうですね、上田があの脱いでテレビとか出てくれてる分、うんうん、なんか絵描いたり英語勉強したりしてます。あ、自分の趣味に。はい、どういうこと。裸とは真逆のこと やっとこうみたいな。裸と真逆とは限らないじゃないですか。上田が脱いであのいろんなバラエティとか、まあソロで単品で呼ばれてる間に、ちょっとそういう自分のね趣味めちゃくちゃできてるんで、 ありがたい存在ですね。なるほどね、いいね、充実だ。上田上田で楽しい。そうです。結局でも楽しいやと思いますね。だからいろんな、なんか、わっけわからん仕事ばっかり、なんかもうやったことないこと一気にさせられたんで。あー、優勝した時ね。はい、2年前はもう、なんやこの V 見るだけのやつとか、うんうんうん、ロケって気使いすぎて思わないわとか思ってたんですけど、うんうん、2年経ったら、なんとなく分かってきて、うん、なんか、
いや多分普通に多分これは楽しい状態なんだろうなみたいな。で劇場でなんか楽しいね。そうですね、劇場ほんま楽しいですね、劇場。あそう、なんかネタとか平場とか結局なんかそうですね、キャッキャやってますね。2人ともミーハーなんで、うん、テレビに出てた芸人さんに毎日会えるっていうのが、うん、もうめちゃくちゃ嬉しいです。神保町大丈夫、香ばしいこと起こってない？神保町は、神保町はね最近そうですね、まあだから神保町が多分今危惧してるのは、うん、19期20期は、うん、そのもうそろそろ卒業っていう空気がちょっと出てるのに、そう19期じゃあ無限大行くんですか、行った時大丈夫ですかみたいな問題が出てまして、あ改めてその19期はその神保町やから劇場ではあるけどと、うん、無限大から言ったら厳しいんじゃないか、あのスーパーサイズミーが寄せでエモ入れ出してそれやや滑ってるんですよ。エモ滑りをしてて、19期やから言われへん、上やから言われへんけど、後輩たちも兄さんがエモで滑ってるなんて。何エモ滑り、エモいネタで滑る、はい、何。いやだからちょっと感動みたいな、はい、感動で照明もなんか、そうですね、ちょっとなんかネタの結構系統変わったんだ、はい、スーパーサイズミーそんなやつだったん、はいはい、照明もなんかめっちゃなんかネタ見たらそんないっちゃ似合わない見た目してんのにな、はい、見た目はな、見た目もともとバカコント師、バカネタのフルフロンタルっていうのに、うんうん、そうだね、男臭い感じだったよね、あの西本っていうブレーンが入って、そうだ、ん、ね、まあまあ、3人がネタ書く言うたらなんかめちゃくちゃエモくなって、うん、寄席でエモいはなかなか、やっぱ寄席で普通の、まあ、劇場初めて見に来るっていうお客さんの前でなんか淡い黄オレンジ照明を焚き出すんですよ。そうですね、気づいたらなんか夕暮れの照明が多いです。なんかあの外人さん専用のホテルの部屋ぐらい暗い。昼間ウケウケ思って暗微妙すごいね。なんか見てることないからな、はい、そのエモコント、それが一個懸念材料。懸念ですね、私もたまに言うんですけど、ちょっとエモすぎるぞ、エモすぎるぞって、その金魚番長とかやっぱり先輩なんで、うん、いや言えないんやと思うんですよね多分。あエモ滑り、エモ滑りと、あと見てられないぐらい、あのそのほ、まあ、スーパーサイズミーじゃないんですけど、うん、あのそ なんて言うんですか、本当にそのお金が本当に なさすぎるっていうんですかね。ああ本当になんか見てられない低所得者たち、若手はそういうもんでしょ。でもなんか今って配信があるからさ、なんかもうなんか兄さん方みんな言わへん、今の若手めっちゃ食えてるらしいみたいな。これがもう本当悲しいかな、19期っていう、うん、本当19期36期は、うん、あの大阪で、ね、もうちょうどこの分岐点、このネット社会になる前の旧世代で、うん、19より下は恩恵受けてるの、はい、20から21、22とか。あなんでそのね、その辞めてったやつが、まあ、うまいことできてる19期結構多いですけど、エレガント人生とかちゃんとやってる、うん、適応してた者たちはたくさんいるんですけど、うん、適応できてない者たち確かに設計が多いんだから、はい、そんな稼いでなさそう。三鴨とかがもうほんとあの令和ロマンがあの M1 の、うん、あ何ですか、副賞で、あのそのもらうどん兵衛とかを一番持って帰ってるんですよ。三河の山田が、そうですね、山田今更ジャンプの、今更ジャンプの、はい、山田おにぎり自分の分持ってきて後輩におごったりしてるんで、これ普通の日やったら可愛いです。普通の日、お正月です。お正月の1日に神保町で呼ばれた時に、なんかみんな19時ちょっとなんかご飯屋さん神保町なんか空いてないんで頼もうかみたい な空気になるんですけど、初だけなんか急に消えて、なんか一番狭いなんか劇場の端っこのなんか軟水とかが作った段ボールのこの子に隠れながらおにぎりとか食べてんすよ。でもさ、ちょっとかわいそうやな、19期いつまでずっとトップやらされてんねん、はい、もう4年5年、それかわいそうじゃない、はい、よう考えたら常に後輩しかおらんわけやろ。そうなんです、後輩しかいないから基本飯は19期が払わなあかんやん、はい、それが何年も普通やったら循環していくやん、はい、卒業したり入ってきたり、そうなんです、それがずっと19期だけ停滞してるわけやろ、はい、19期が一番稼げてないんでしょ。そうです、でも我々はもう豊かになったんで全然気にならないですけど、そうやな、
ほんと後輩たちによく聞くんは、うん、その19期も大変やけどさらに大変な人がいて、それがドンデコロテの渡辺さんだと。あ、渡辺さん、あ、それはこちらも1年先輩だからな。1年上先輩で、渡辺さんは14やからね、うん、渡辺さんはもうなんかどんなライブの打ち上げとかでもみんな行こうやって言わずに、うん、誰か一人だけ選んで一人だけをご飯に連れて、それ言うたんないよだから、あ、今日は渡辺さんに選ばれたって、それだけでも渡辺さん俺すごいと思うけどな、すごい、そうですよ、あの環境で、環境ですごいです、もうめっちゃありがたいですよ、で下ばっかりの、でめちゃくちゃありがたいで、そしたらその後輩にからちょっとその垂れ込みが来たんですけど、うん、そのある料理、まあご飯屋さんに、神保町のご飯屋さんに、うん、なんかあの我々の参考したぐらいの後輩たちが、うん、なんか 4人ぐらいで食べてたそうです、うん、で、じゃあお会計行こうかって時に、うん、1人があかんっつって、うん、こっち通ったらあかんっつって、うん、だから渡辺さんごろっつって、そのと行くこのレジまでの道に渡辺さんと、なるほど、三カボの山田がいてて、あかん、あったら怒ってもらうことだ、どうするどうするっつって、でも行かなあかん、わーってなって行ってもうたんですよ、隣から。こうやって、それまで渡辺さんがこうやって喋ってたそうなんですよ。こうやって喋ってたのが、急に後輩来た思ったら、急に下向いて今度喋り出した。すいません、すいません。ほんまに。何この手。手の、こうや。聞きました、聞きました。マリマリのタコスから聞きました。こうやって喋ったの、こうやって。急にね、山田も、どうしたんですか渡辺さん、どうしたんですか渡辺さん、どうしたんですかって言って、ずっとこう、ダーンって喋り出した。やりくん、その節約術。渡辺さんの節約術。お前さ。それはあかん、それは渡辺さんしんどいって、しんどいさ、それはしんどいよ、しんどい、早くさ、渡辺さんも早く19期分どっか行かないといけないですよ、どっか行かないと、もう手何なんだ、いや、それが分かる、こう喋ってたら急に後輩来たと思ったらこうってで、山田もどうしたんすか、いや、山田アホすぎるよ、大体分かるよ、それって渡辺さん、日本人に言うても大丈夫な感じなの今の渡辺さん、いや、やっぱりそのみんな、うん、あ、やっぱ優しい、ありがたいって分かってるんで、そんな、うん、そう傷つけてはいけないっていうので、うん、あまり直接わーって言われて、言えば、まあ、なかなかね、そうやな、そうですよね、渡辺さん、そんな俺らもさ、直属やけど、そんないじられる感じじゃなかったの、そうだね、だから人工中どういう感じなんかなと思って、いや、だから昔のやっぱりこう、もう言うてしまえば、もう、ある種レジェンドというか、うん、もう、噂にも疑うことない、本当にもう聡明な方なんですけども、うん、となんかその神保町ってグランプリの時に、うん、なんか抽選会をインスタで生配信するんですよ。へー、これなんでかって言ったら、裏で作家さんが抽選やったら、あ、サンタモニカが毎回トップバッターになって、サンタモニカファンがやらせってなって思って、あー、なるほどね、かわいそうやろってなって思って、あー、これ証拠ね、はい、おもろで、それで、まあその後数年後ポールは遅刻してあのグランプリから落ちてしまうんで、まあ、ざまざまって感じではありますそれ関係ございません、それ関係ございません、抽選会でなんかインスタでやるんで、うん、本当本番の30分前とかに丸々30分使ってなんかネタ合わせしたいもんな、いや、もう抽選ボケをみんなやりだすんですよ、だから早く終わればいいのに、うん、鍋さんが、うん、なかなかの尺使って、うん、結構な滑り方してるんですよいつも、いや、まずボケるのがすごいけどな、いや、そうボケるのがすごいんですけど、その中で結構その小橋さんも鍋さんは厳しいんですけど、うん、そう結構滑ってる時が、でもその、ね、言われへんの滑ってるって、いや、もう言わない、もうみんなもやばいよ。いや、鍋さんだいぶ上だもんな。そうそう、ね、あ、でもそれじゃいじられキャラみたいなのなってないんだ。あ、でもやっぱり いじりたいなっていう時はいや、もう優しくもう返してくれはりますし、うん、あ、多分ね、いや、いじったら、もっといく、いじっても大丈夫、もっといった方がいいと思います、神保町の芸人は鍋さんにもっと、そうやね、はい、あ、素敵じゃないかとかも一番上や、一番上ですね、はい、あいつらは金はあるんか、いや、そこもないですね、あそこも、じゃあもう19期大変やん、大変です、大変ですね、19期が一番今、小田上田が稼ぎ頭やもう、ある意味、はい、おごりのヒット、はい、で、スーパーサイズミーの西本も SNS か、 SNS で稼いで、あ、そうか、稼いでるから、その土日に悠々とエモ滑りできるんですよ
富があるから、やっぱ富のないどんでくらでさ、それじゃあさ、フルフロンタルの2人かわいそうやな、エモ詰めに付き合ってもできる、付き合ってます、付き合ってます、付き合ってんの。いやでも本人らもなんか、ま、満足した顔で出てます。まあまあそれはそういう方向なんじゃない今は。エモ詰めったのになんかもう世間は、世間知らず、世間はわりかし、うん、あのテテテとかあるんで、うん、あ山梨ラジオめっちゃやってたんで、はい、な多分全然いけてる、いけてます。山梨仕事があるからね、はい、あだからその三河の山田が友達なんですよ。三河の山田、山田は友達で、世間となんかこう楽屋とかで喋ってる時の声とか聞こえてくるんですよ、うん、めちゃくちゃ悲しいですよ。なんかいつ遊びに行くって話してて、うん、いやここのバチバチライブの後は言ったら、あごめんこの後ロケだとか、うん、じゃあここはっつって、あダメだっつって、この後ラジオだって世間が言ってんすよ、うん、で世間でも刺激が、じゃあここはって何日も会えたら、あダメだそこあのバイト朝9時から夜23時までだって言ってますよ。まだが話しと思って話し返信返答で、で山田にえというか今こう喋ってるけど、あれ劇場出番ないやんって言って、劇場出番ないやんって、うん、これなあの寂しいから世間が出てる時俺来んねんっつって、あまりにも寂しい。何もないけど劇場に5時間ぐらいいました。います。貧乏はその時間が余ってるので埋め方がすごいことになってる。いやお前最悪やん、金あるのにこんなこと言うとるって。もうこれはもう啓蒙とかそう。今や金を手に入れた上田がさ、そのしもじものやつら笑うって一番あかんポーズだって思ってるやん。いや本当によくよくだと重々だから大事にしてくださいよ。俯瞰的に見れたってことだろ今ちょっと。はい、俯瞰。自分が改めてこうちょっとね、はい、余裕ができたら。啓蒙だよね。自分休憩が今ちょっと大変だね。休憩大変だから、本当見てる皆さん。18期得だな、あいつら。18期ずっと後輩で。はい。ほんまにね、なんか。金盗んでさ。はい。金と泥棒いっぱいいて、ヘラヘラして。飛ぶやつもおって。飯食うてね、ジャンボさん飯食うて、たまにね、体調壊して。ちょっと18期。ネタもパクられてね、ほんまに。それは災難やったな。災難やった。それは災難ですよ。ありがとうな。いや、ありがとう。いや、そんなことない。いろんなちょっと話聞くわ。ありがとうございます。いやいや、これいつもなんで。ちょっとまた教えて。はい、またいいです。またいろいろ教えて。はい、お願いします。よかったら。あ、お願いします。ということで、本日スペシャルゲスト、小田上田でした。ありがとうございました。ありがとうございました。